あ、ととみさんひたハローハロー鈴ずかちゃんこんばんはペンギンさんかわいいひたこんばんはこんばんはあまやちゃん詐欺師です何で詐欺師って <laughs> こんばんは美咲山まさちさん今日も騒がしいですねお部屋が私のお部屋は今日も相変わらずお疲れ様です今何時だ私は何分の遅刻をしたゆりさんこんばんは しっかり後ろ騒がしい。今日はね。そう、うん、ひーたん、こんばんは。調子はめっちゃいいよ。いさんお疲れ様でーす。ひーたんちまだみんないるの結構いるけども,もう、もう帰るんじゃない？みんな多分、うん、今日は逃げそう。みんなで集まって練習をね。してた捨てる。うん捨てた。もう足がパンパンすぎてかなのんさんこんばんは。初見ナイト。 リーチにさっきいきなりなんかごめんね伝えとくメールくん初見ナイト初見ナイト今日はね今日は初見ナイトだ日本遅刻日本遅刻ねえ私さキャッチフレーズね考えてみたの <laughs> けど全然なんかねあんまりね不評なんだよねみんなにはしっかりいやいや騒げ騒ぐんじゃなく騒いではないんだけどまあやっぱ人が多かったら騒いじゃよねけいつもより人が多いんですよ 姫あさくらちゃんさくちゃん最近配信遅い、ね、ああそうごめんねそう私最近帰ってくる時間がすごく遅くってそうなんですよあっ道でやっほー社会人は遅刻ね遅刻ダメだよあそうだねあそうだ,そうだそうだそうだ遅刻はそうだねごめんなさい本当になんかねそのやっぱりレッスンみんな練習してるから 音楽が流れちゃったら、ちょっとバレちゃうわけですよ、瀬戸リは。<laughs> いろいろ。だから、ちょっとね、あのー、みんながレッスン終わったぐらいに、配信しだしたので、今。もうね、モーネルのリーチさん。実はさっきリーチ配信中、猫ちゃんえぇ、ー、すごい。生まれたばっかりじゃん。今日誕生日か。おめでとうよ、猫ちゃん。名前決まったのととみちさん、Hulu で6周、あ、今日6周年、こんな話したな。姫が頑張るから私も、えぇ、ー、さくちゃん。 ありがとう。遅い配信めっちゃ、ええー、嬉しい。でもそんなこと言ってくれて。お好み焼き食べて遅くなってお好み焼き食べて、ねお好み焼きなんか食べてないから、なんでお好み焼きなのへやつぐさん、乃木坂の梅ちゃんに似てるか、私さ、それすっごい言われるんですけど、どこが <laughs> ここだけでしょ、どうせ。ほくろだけでしょ。ほくろだけじゃない私が似てるのって。あと、どこが似てんのあんな美形じゃないよ、本当に。 秋風さんこんばんはレッスンお疲れ様ですみみ皆さんもお疲れ様です今日お披露目あトヨタ見たよご飯も見た今日今酔っ払ってるんでしょトヨタ <laughs> さくらちゃん応援してるからね姫大好き私も大好きだよさくらちゃん何してるの埼玉沿いさんこんばんはこの時間のえよかったもえっぴもみんなまあでも眠いよねお仕事してるか形からすると 確かに確かにそうだよね。目元、えー、にてなですよ。目元似てない。<laughs> 今日、焼き鳥食ってんのでね、えー、おいしそうだったも、本んに。あれ何、何あの、香川のやつ。なんか、香川に有名なあるじゃないですか。あ、骨付き鳥の。あれじゃなくて。ひらちゃん、めっちゃ、まあ、前髪ないからね。でもいつももう、レッスン、最近、おでこ出してるんですよね。 そうなんですよね私今ねどんな服装を着ようかすごい迷っててでもね私あのリエチが言ったかと思うんですけど私の私服って割となんかきれいめなんですよきれいめなんか自分で言うのもあれなんですけどなんか何んかそれらしいんですよリ利益的にはそうだけどえどうなの 系のの方がいいのかもう本当にアイドルらしく研究生らしくかわいいかわいい系でい,かいくのか迷っててかわいいありがとう芋焼酎芋焼酎って読むのこれ5杯ぐらいえそれってやばいの芋焼酎ってえっ味しいの芋芋焼酎って何芋この後お仕事この後お仕事そうだねメイくんはでももうなんかもうもうね申し訳なく くるよもう一品ヒント始めたらお風呂入らなきゃってなんか面白いえ、ね、っもう一品優しいいつも最後まで最初から最後まで言ってくれるからね岡山よりパチャマンかパチャマンかが分かんないレッスンが20本当にありがとうみんな清楚経過気になりますそうあのねでも迷ってるのまだそうフォローしましたいつえー、そうフォローしてくれたのありがとう私してももう少しで1600人フォロワー様かなありがとうございます パタコさん、こんばんは。目立つ方が、いや、目立、なんかね、嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌じゃん。先輩方もいるから、変になんか、ギラ、キラキラしてて。え、姫だね。割とキラキラが好きなのあの、何をするにも。何をするにもっていう服にもパールついてて欲しいし。なんか、キラキラの T シャツとか、美獣がついたやつとか結構好きなんですよ。でも、そういうの着ちゃ、なんか、あれかなと思って。 いつものヒーターンが見たいかも嬉しいでもいつものヒーターンならまあまあ落ち着いてる落ち着いてはないけどまあでも落ち着いまあね花柄とか花 <laughs> 柄とか <laughs> え絶対似てない絶対似てないそんなのオークンさんこんばんはあっミキえっそうなんですかオークンさん私のことす覚えてらくださってるんですか 嬉しいおーくんさんありがとうフォローしてくれてそうキラキラが好きなんですよひーたん取扱説明書そのその30ぐらいえー、キラキラが好き <laughs> 私はキラキラが好き静かになったけどみんな大丈夫なの心配になる私が閉じ込めました <laughs> 噂の脱衣所に飛び込こ閉じ込めました何だとかっパールついてないぞいええー、全然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  ねねね、そんなそんうれしいよ違うの姫のはなんかキラキラとかパールがついた服がすっごい好きで何着持ってんのってぐらいキラキラしてんの T シャツとかで <laughs> で夏とか T シャツじゃないですか T シャツよく着るんですけどなんかすごい待ってね事故だ。 T シャツをよく着るんですけどその T シャツもキラキラついてる監禁や <laughs> そうそうナイスクラップえ好きだよナイスクラップナイスクラップの服好きめっちゃ監禁や <laughs> 監禁させたレースとか好きあレースも好きレースは好き今日リーチダンじゃうん絶対無理だね脱衣 <laughs> じゃ牢獄なのか牢獄閉じ込めた買ったんでいつかえ嬉しいありがとうそう今夜もヒーター見るえボンちゃんありがとう今日も来てくれて T シャツリメ,イあのリメイクとかはあんま苦手だけど私。でも、小学生の頃とか、その本当にキラキラが好きすぎて、ガラケーあるじゃないですか。100均でキラキラ買って、自分で貼ってました。お母さんとかと一緒に。まあ自分でというか、ガラケーにキラキラ貼ってました私。そう、案外値段するね。あ、するね。ナイスクラップ。 ちかさんこんばんはこんばんは来てくれてありがとうリエッたちヤッホー返事希望はいないですね <laughs> なぜでしょうか <laughs> 約束のサンダルもこえ嬉しい何何何楽しみなんだけどでも研究生のうちはね渋谷の男ンジのナイスクラップ着てるかわい可愛らしいかわいいねでも逆にどうなんだろう私が好きな服の系統っていうのが なんか女の子えなん,かなんて言うんだろうね難しいんだよね私の好きな系統って淡い色も好きなんだけど原色とかも好きなの <laughs> なんか濃い青とか濃い青の服とか濃いピンクの服とか好きなんですよでも多分姫野の顔的には薄いピンクの方が似合うんですよましてや今黒髪だから濃いピンクとか多分似合わないんですよ私 もうっぴ広島来てから服買ってない買いたいんだけどどこかどこがおすすめですかもうっぴ広島は広島はどこがおすすめなの服を買うのにやっぱパルコかパルコって高いイメージがあってまあそれはまあまあ店にお店によるのかもしれないんですけどナイススティックあれ <laughs> 何ナイススティックが分かんない何のお菓子海坂さんこんばんこんばんは 好きなブランド好きなブランドがなくてあのね私がでもえ好きなブランドあのねこのこのブランド調べておいてく見てくださいあの女の子はすごい多分めっちゃ可愛いと思うんですけど <laughs> エムミエメっていうブランドがブランドがあるんですけどすごい可愛いですよ 先生ですね女の子ファンで男のファン男性ファンの方は多分全然ポカンって感じかもしれないんですけど、MM、m m e っていう服屋さんがあるんですけど服屋さんっていうかネットなんですけどすごい可愛いんですよ私はあのあの本当にあの,のデザインは本当に好きです四角い子さんこんばんは広島あんまいや分かんないですよねそう そう知らん知らないよね MEM、e、そう MMEM、e、あれキレ思い出したありがとう <laughs> こんばんは自由自由着るよでも自由はよく着る安いしかわいしいよねライナさんこんばんは私ね服でも本当に広島来てから同じような服しか着てなくってもう生活なんだろう決まってるから。 別におしゃれしていく場所とか行ってなくて広島に来てから宮島とか行きたいんだけどおしゃれしてね行こうねって話はしてるんですよ3期で宮島にだけどね全然日がありませんみんな <laughs> しかも今はねなんかなんかね広島いや宮島 遊びに行くぐらいなら練習をレッスンをしたいというか <laughs> 服は糸から作ってますえ多分作ってるんじゃないですかことデナくさんこんばんはこんばんはねえザラ好きザラ好き私ザラ好きなのザラのジャケットとかめっちゃ好きなのそうインスタ見つけたんでえ可かわいいでしょ MMM かわいいねそう甘い系なんだね m、MM、エ m さんは ライカさんこんばんは普段えもう広島来てからほぼジャージジャージかあのよくみな配信できてるハートのパジャマ <laughs> セジータさん買い物系はそうだね先輩方に聞くのが一番宮島のえっ、ー、会いたい鹿鹿さんかわいいよね宮島の鹿さんはどうなんですかなんんか奈良のシカさんは すごいねあのー、礼儀正しいじゃないですか奈良の鹿さんってなんであんな礼儀正しいのってぐらいまあおやつを見たら凶暴になるけどね本当に礼儀正しいじゃんあほのかちゃんこんばんは今実質お揃いなのかな髪型が髪色か私でもねまだまあ、ギリセーフなんだけど今ちょっとねあれちょっとちょっと茶髪になってきて もう少しで黒くしなきゃって感じ楽な格好そう楽な格好が一番ね生の島たまに着るのうしいよねインスえっしいね確かにプレゼントであれされたら来てくれたら今日も可愛いありがとうライカさん1600人フォロワー達してあっ1600人いったんですかありがとうございます宮島でえそう揚げもみじ食べたいってずっとカスミンが言ってて <laughs> 宮島さん奈良の鹿めっちゃ怖かったえ怖いかな 確かにねお菓子を持ってるのに気づいたらずっとついてくるけど大体いい普通にお利口だったから可愛かったんだよねで私多分夜行ったの奈良公園にでもう座ってて家族塊になってそうでももう何も静かに何もひ襲,襲われることなく可愛いって 我が家のワンちゃんは宮島の鹿にドンされたよ <laughs>。どうなの宮島さんの鹿は結構追いかけてくるタイプですかついてくる。奈良の鹿って独自の進化遂げてるとか。ええー、でもそうだよね。神様のお使いとかいうよね。ぽいポロさん、こんばんは。トリートメントにして前髪パッツンにしたら座敷わらし。え、絶対可愛いじゃん。え、私パッツンの女の子好きだよ。私もパッツン。ね私ね、パッツン。私自身がパッツンが好きだから。 私も若干ちゃうね、でも、私も、本当に染めなきゃダメなんだよね、多分。まだ、まだ大丈夫か。奈良の鹿にグー見せたらペコする。かわいい。<laughs> 入った瞬間鹿の話したの。<laughs> しかもさ、鹿の話で思い出したけど、私の弟、セントくんに似てるって言われてるんだよね。やばくない私の弟の顔が想像したかったら、皆さん、セントくんを調べてください。<laughs> もえぴ、宮島のジェランテンさんも、え、ジェランテンさんなんてあるの行きたい。 アイス食べたい宮島の鹿は昔あそうなんだなんかそれもそれでかわいそうだねニャッシさんヒーター今日もかわいいありがとうニャッシさんそういえばさ私全然鹿の話から全然変わるんですけど私無理っすね仙君やばい仙人君推し仙人君推しとかじゃなくてなんか私の弟仙人君に似てるんですよ 私それでめっちゃ昔いじってた気がする「仙人君に似てるね」っていい意味でね流 <laughs> して仙人君の人か <laughs> 弟は仙人君 <laughs> そう仙人君角生えて角生えって違うのなんかねなんで仙人君に似てるかっていうとなんか私の弟眉毛の眉毛とここかここになんかねあざみたいなのがあるのあざっていうのかなあれなんかできものがあるの せんとくんも真ん中にあるじゃないですかポツンってだからそれそこだけ本当に顔が似てるだけじゃなくてそこの本当にポイントが似ててそこの似てるねってずっといじってたおーきまさおきまさよしさんこんばんはこんばんはじとくさんこんばんはみんな来てからいい意味でと <laughs> <laughs> でもね うん今日引いたよ、アバター、アガチャ。今日は、あ、いちごちゃんが出た。いちごちゃんだった。私のアバターを持っている方はいませんね。セント君はホクロ、あれ、ホクロなの最近に、え、わかる。めっちゃわかる。ヒーターはセント君んね。ヒーターの弟ね。で、マドリさん。いあ、 鈴木くるみさんみたいな鈴木くるみさんみたいな満時間なんだろうアバター全くで出ないねやっぱおしめんこそ出ないねあ,それあれそうやせってそうだよねすごいよねいちごちゃんは166らしい身長多分いちごちゃんが一番高いじゃないかないちごちゃんって頑張り屋さんなんだよね私見てと思う すごい思う私いちごちゃんってすごい頑張りやな,な何様って私に言われてもね何もあれかもしれないけど「はまかちゃん3期一人も出てええなの!」出ますようにしかも一番に姫名が <laughs> 太陽7時に行く時に2度寝したら7時40分えっ2度寝したら1時間2時間ぐらいになるよ私。 48分の1だからそうそう当てるそうだよねでもアバター出たえそうなのアイシュラモンさん私のアバター出たのエース様違うからなんで違うからアバター全部一気アバターん <laughs> なんか入ってきたんだけど <laughs> 聞こえますか皆さん声が。<laughs> もう少しだければ絶質森生の弟だった本当じゃんマジで脱衣所から出てきた脱衣所じゃない <laughs> あれ牢獄からみんな出てきたみんみな出てきたリエチは <laughs> リエチリエチ置いてきたよねリエチ置いて,きて来られたらしい水も誰サッチーとカスミンがおられます 病気ユーチューブ生まれたこのボタン小さな文字見えてるんだね見えてるよわれわらわらわらにぎやかになってきたにぎやかでしょう。<laughs> <い>もうシェアハウスするしか <laughs> ね本当に <laughs> ガチリエチ行方不明じゃんどこ行ったのリエチそろそろ帰ってくるすごい そろそろ帰ってくるやばい <laughs> 騒がしい配信だまだでもおとなしい方なんじゃない2人は多分ねいいシェアハウスしてるのシェアハウスじゃないよう、ねうん、住み込まれてる住み込みされてるやあやあ遅れましてこんばんあ大福さんこんばんは民宿姫菜になってるなってるあそうありがとう当 <laughs> たり <laughs> <laughs> あ、そう、ありがとう。と何食べてるの、うん、何食べてるの。ジャンボ。え、ジャンボとドーナツだって。<え>こんばん。三期生のおすすめは誰ですかだって、みんなおすすめです。サッチ。サッチ。<laughs> 皆さん、授業が強いですね、三期生は。<laughs> みんなおすすめです。みんな可愛いですよ。 <話> <laughs> やばい、STU 三期生、君といちごちゃんしか名前を覚えてね。ん<ー>曽ん。宗川咲と岩崎加すみです。それが増えたよね。人多いね。確かにこの部屋でエアコンがエアコンえエアコンエアコンは寒いよ。ね、新柏さんこんばんは。 そこは自分えそこは自分をおすすめしなきゃ私はねこう見えて謙虚なのでこう見えて謙虚なのでみんなおすすめですよでもみんなおすすめイコール姫野もその中に入ってるからねどういうこと <laughs> ヒータん JK 組のお姉さん役になってるね姫野ってお姉さんなんだ <laughs> 確かに年はねえ今日うちは発注しといたってえうちはグッズ出てるのえわかんないどういうことトヨタン 今日うちは発注しといた。なんだろう。違うお披露目に持ってくるやつか。ヒーターの家一時間ないやん。五千円。<え> <laughs> ちっ謙虚謙虚。先頭命君ねーオッしい。自作あ自作ね。あそういうことかそういうことか。ううとか名前を覚えるの苦手。うん、確かに多かった<緒>多いもんね。確かに。

3期生多すぎえ十14人って多いの多いか AKB48 の18期生さんとかに比べたら、うん、日向さんこさんかんあみんな名前の感じあー難しい多分あ難しいね確かに名前の漢字はうんうまそう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 い、怖、うん、い、やうそ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 ういうことな 遅刻したえ全然遅刻じゃないよ私も遅刻したしミスド食べたいミスドミスドドーナツ食べてんのん<ー>サッチはドーナツ食べてますミネレアさんこんばんはまあ2期は倍いたからみんな逆に2期生さんを覚えるのにどれぐらいかかったんですかそんなかからないか2期生さんはリーチさらわれたんじゃないだって <laughs> やばいやばいリーはどこへ 未だ3期生1人しか覚えてないさすがですって言っ生いて2期生24日に1期生33名、うん、いや1期生いや2期生さんもでも覚える覚えれるかはすごいむぬむにゃんこになってきたあそうだよねもうすぐあとあと10分15分ぐらいリエチされてやばい助けに行かなきゃ 終わったそういや先週土曜日に東京駅に行ったんだけどサーテワンアイスクリームに自動サーテワンアイスクリームに自動販売機があるのやばっ買ったことないえすごいね東京さすが東京ケヤキザク3期生日向坂4期生乃木坂5期生11人11ずあっなんだ46さんはじゃあ14人ってい多いのかなのえでも あのー、もっといる予定でしたよ3期生は、ねね、リエちはもしかして方向音痴方向音痴っぽいね頑張ろう頑張ろう頑張れ南郷さん2期生あっクラックやっぱテレビお出てたら強いあれね覚えるよねいつからなんだろう電話でリエチ身の代金100万って言われたらどうする全然払う リエチコンビニで一服ね一服してるんじゃないやばいリエチヤンキーじゃんータその写真でちゃんえっ見たい見たい見して見して見して私はポッピングシャワーが好きです何が好きサティワンだとサティワンだとチョコチップチョコチップサッチはあーこぼらのこと何かピンクね うん、福田さんもぱ優しいですよ、うん、大工おじさんあと何人ぐらいいたのえでもそんな買わないですよあっ3人いしっ3期20人は欲しかっただって20人えでも実際20人ぐらいいたんじゃない 18, よ、ね、?18 人いた<ー>予定では人4人だけ自体でしたうん,うん予定では18人か うん、王道のバニラしか勝たんそれは確かに、うん、そうか羽田空港とか行ったこと、うん、行った記憶がないんだからいま <laughs> <い>、ね、だに名前覚えられない <laughs> 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 多いねでも17人18人って結構、ね、おみかんさんこんばんはストロベリーチーズケーキストロベリーチーズケーキが好きですあ味か,だけや、ね、かえっ

トヨタンうちの推し8期なんであっ8期ね8期生あ八期生なんだでもトヨタンの推しさんは運営はやっぱさっき研究生だけで公演させるつもりだったんやな、うん、あーそうだねえどういうことどういうこと18人ってことまあ18人いたら公演できるもんね一つ、うん、ううひろくんさんこんばんは<ー>日向ちゃんのもぐもぐ配信、<や> <laughs> もぐもぐ配じゃしないですいいでの誰のお声ですか

うんじゃないよリエチ今登場したよごめんなさい卓球じゃないごめん石川かすみじゃない岩崎かすみです今日さっちの配信見れなかったピエンだってさっちまた来てねって猫パンちゃん私の配信にも来てね来てねーさすみのみ卓球の合宿所ですかやばい ねえりえちめやばい,ういうったじゃんん <laughs> <laughs> よもうごせね,リエチねめっちゃおもろいんだけど。<laughs> まあ 涙出てきちゃうよみんなおもろいなイエイチ弁当温めすぎ言われてるじゃんでかい水持ってきた <laughs> 本当とだこっこさんこんばんはアバターもあよもつくさんありがってえ今のこのあ違うがサッチのうまうまあサッチのアバター持ってるようじゃないこれありがとうありがとうございます何か何か誰かいますかいますいやそれいますよ

またまだご飯食べとらんのん食べてない今ツイッターにそうやって見るねあとでこうたありがとう誰がいるのえっと17歳の岩崎かすみとなんで姫のフルネームかすみんとさっちー歳コンビえっほんとじゃんちょっと待って姫の17歳誘拐してんだけど17<歳> <laughs> 何なの <laughs> 十七歳三人組誘拐してるわみセブンティンです。肌のセブンティン。えいや <laughs> なんかギャルピースしてんだけど。二 <laughs> 十歳です。二 <laughs> 十歳です。二 <laughs> 十歳です。二 <laughs> 十歳,<で> <laughs> 歳です。リエッチの配信行くの忘れててすまんだって。誰？わたる。わたる確かに来てない。トヨタ俺も岩崎さんのああ岩崎さんのわた出たらしい。 皆さんじゃあぜひ出て出てくれ出た富士アバターをおらんもしかしてい,いるんじゃない佐賀さっきいるよによもちくさんありがとうございますありがとうございます姉事3姉妹本当にそうだよ姉と三姉妹だよ姉子がやばい姉子やばい <laughs> みんなセブンティーンなのそうだよセブンティーンだよみんなやばくない花のセブンティーンだよ 姫名が2期生受けた年だよ17歳って懐かしいねそう顔はね出せない <laughs>、うん、想像で皆様長谷川のあちゃんのアバターでたああのあみょんねいいちゃんいいちゃん今年で花のナイティーンナイティーンって19歳かい若いじゃん姫名より 花のトゥエンティだから奥、ね、ちゃんあ沖奥さん出た奥さんねさ写真集が <39? S 1> 俺も35年前セブンティーンみんなそうだよみんなあったんだよセブンティーンの時代がリーチいつぐらいに配信してるだって今日はね9時40分ぐらいくらってたよだってまあバタバタなんですよ高校生組は。 3年前セブンティーンだったなほのかちゃんええー、そうだよね3年前ほんそうだよね3年前だよ3年ってすごくないもうすぐ花の21ですね2121 21姫名がね来年で20です何だよ藤井リパチパチパチって <laughs> 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 ちなみに今日のガチャはアリちゃんあアリちゃんさんが当たったのいいね声石からさん声石からさんんちゃんさんこんばんは了解です僕はトムさん 友さんかな同い年あそうなんだあっさっちのアバターにも着替えただってトヨタンがわいあっつ月さん無理しない姫なにしてくれてるじゃん嬉しい高校生メンバーはねそうだよ勉学にもあるからね大変だよ本当に昔は20歳でしたやばい <laughs> 昔はやばい そう JK 組はギリギリなのか,かわいそうだよね10時までって時間ないね自分は日野先輩が出たら,ここらい,い,いいじゃんメールくんいいじゃんおさん有料ギフトのたく、ね、<ー>さ、うん投げてあ嘘そうなんだメンバー同士で, <laughs> 同士で俺は1ヶ月前はセブンティーンでしたセブンティーン1ヶ月前はセブンティーンだって渡る<え> <laughs>

jk 組あそうだね。jk 組はね。配信渋滞しがちそうだよね。だって、同じ時間にしかできないからね。今レッスンとかしてたら。うん、姫野は成人式には出た人だよ。出た人です。セミナはちょうど出たオーディション中だった。しかもその時。しかもあれ青いよ。あんまあれかあんまちょっと言わんとこ。<laughs> jk さんにいるから4人で制服着てみてほしい。絶対姫の置くじゃん。 マーキさん今日池田ゆらちゃんえい、ー、いじゃないですか池田ゆらさん全然勉強ししえますよだってリりえつ待ってまーす僕は20歳の頃初めて一人でアメリカ旅行すごいね一人で海外行くっていうのがすごいいいな楽しそうねっ楽しそうでも一人でアメリカは怖いかもあーオーストラリアじゃねそれ、うん、あそういうことね南光さんもう50ええー、本当にね やばいさ<い>カビえわかるねツイッター始まったら振り袖写真よろしくなー任せといてせ振り袖来たの振り袖来た赤色です私は赤に白の帯に黒いなんか紐をつけてた岡山の成人式は岡山駅前でたまるたまらなかった私はそっと帰りましたそう JK 組とはすでにジェネレーションギャップはありますかえ今はまだそんな感じない今のところね多分えっ感じてる感じてない <laughs> 感じてないらしいです <laughs> なんか言わせてるみたいじゃん姫ながんか言わせてるみたいじゃんし <laughs> さんヒーターの性格差がクラウ <laughs> えー、そんなことないよい 21歳でこの前20歳で手前手前はなかちゃん振り袖ひいたんかわいいえう、ー、れしいどうだろうねどうだろうねえみんなののだね一回リーチの前でカラオケしたんだけどもう笑って歌えないからさっきはさみんな同期だよ早くヒーいたのメール取れるようにならないかなねえいつからだろうもうすぐじゃないかなそれをさらっての見られそうだね そうもうちょっと早かったらそうだよ STU の成人組そう出れたんですけどだからうらやましいなと思う成人す前に STU48 のメンバーになっててうらやましい私も並びたかったイリネさんやアンナさんとか隣にあとが怖いからなにがわ怒られる <laughs> えっ姫野って怒らないよね、うん、ほらほら <laughs> 姫野って怒らないんですよ JK 組は森末さん指うんひいた指引いた指,引いた指リエチ男女は乗ってないけど大丈夫って言われてるよ今日お金ない今日お金ないらしいいやいつも星だろ <laughs> いつも星だろ太陽 <laughs> 0点取ったことあるやつでも卒業できてるから太人ともガンバーだってガンバーだってっえうんガンバーって消化中 ただたん去年ナンバー直しをお披露成人式えいいのそうだよねお披露目されてもその時がまだ成人迎えそうだよねもうお披露目ってことは正式にメンバーだからそうだよねリエチ課金してるの草してないです <laughs> してないです <laughs> リエチたましてないですぽムさんこんばんは生ンバ直し成人式は JK トリオが成人する時にしれっとついていったらいや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 もうミーは行くけど、ね、私トリオじゃないんだよ実は だってかすみ一個下です私ね下っていやプリオン何なくないそうだよねえかすみって一個下なのえ今までそんな話したよね明日は明日はそうだ三歳ぐらいだよねそうだ俺ら何だよもう本当だそうだかすみって一個下なんだそうだよ家にあってたら同じだよねいやそうだ大人っぽすぎ本当にタワー投げてもらおうようん投げてもらう 三人に一本ずつ。引いたの？<laughs> あいたの？なな忘れ、てる二十にな、二十になると忘れっぽい。そんなことないよ。そんなことない。五十七分だもん。あと三分。早<よ>。現在は二十十七十七十六かな？うん。あと三分。コンビかペアだ。そうだね。な 57分だね早いね早すぎ皆さんもうすぐ寝るんですかそろそろ男女の子そうだねでは読みたいと思います13位が秋風さんありがとうございます12位吉田さん11位小市さんありがとうございます10位がえ変わったこれもしかして今。 10位がもっくん、9位が南光さん、8位がにゃんちさん、ありがとうございました。7位がこうた、6位がとよたん、5位がほのかちゃん、ありがとうございます。ありがとう。4位がみっくさん、3位が渋谷の団長さん、2位がよもつくさん、1位が小林ひろきさんかなありがとうございます。パチ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 。ほい、ほい、だって。まだ寝ない。そうだね、めるくんはね、まだか。 ご一緒。お仕事あるから。うん、かあ、だいちゃんさんパ <laughs> チパチだって。ジャラタピさん。もうすみません。あ、もう女の。リモ、ね、パチパチしたんだけど。今日もありがとうマイピー。こちらこそ来てくれてありがとうマイピー。おやすみなさいいい夢をおやすみなさい皆様もいい夢を見てください。配信ありがとうございます。こちらこそほのかちゃんありがとう忙しいのに来てくれて。 今日も楽しい楽しい配信楽しく楽しかったかわかんないけど朝早いかえおやすみなさいスクショタイム寄ろスクショタイムどんなどんなポーズがいいですかなんかめっちゃ時差じゃない今のうんおやすみなさいあと1分何分今リり うんほ、うんとだりエチちもパチパチしてた、うん、おやすみかわっちかわっち好き配信ありがとうこちらこそまた明日また明日ありがとうおやすみまたねあと1分では皆様いい夢を見てくださいおやすみなさい